使うメーカー。ゲームソフトは3ソフトブランド、通信機器、パチンコ関連機器はサンタックブランドで知られる。1971年会社設立。設立時は立尺電機の自動券売機を受託製造していた。1974年にはパチンコホール用コンピュータを開発し販売を開始。1978年には アーケードゲーム市場に参入。1983年にファミリーコンピュータが発売されると、2年後の1985年に、同社制作のアーケードゲーム、アラビアンの移植作品である、スーパーアラビアンで、家庭用ゲーム機市場にも参入した。2007年、携帯電話販売店向けのデータ転送装置などを開発していた、イスラエルのセレブライト社を買収すると、 2009年に同社がデジタルフォレンジック機器に参入。2020年にはアメリカでデジタルフォレンジック事業を展開するブラックバッグテクノロジーズ社を買収し同事業の強化を図っている。なお、サンソフトブランドで展開するゲームコンテンツ事業においては2001年よりアメリカのアクティビジョンが開発した パズルゲーム、上海の日本国内における総代理店となっている。また、ナイトメアプロジェクトやオレ、プロジェクトといった制作チームが存在しており、それぞれテキストホラーアドベンチャーや、女性向け BL ゲームなどを制作している。なお、テレビ用アンテナなどの映像情報機器の製造、販売を行っている同盟の企業、三電子、および、電子機器の製造を行っている企業、 三電子工業、スイッチング電源やアミューズメント機器の製造を行っている企業、三電子工業などとは無関係である。ゲームソフトブランドのサンソフトは、かつてサンマイクロシステムズが使用していたソフトウェアのブランド、サンソフトと同じだが、それも無関係である。あ行か行作業多行な行派行真行や行ラ行は行、パチンコパチスロゲームデジタルオーディオプレイヤー、 レコーダー、ありがとうございます。